サルウィン川、デルタイキサルウィン川は、チベットを源流とし、中国雲南省を流れ、ミャンマー北東部のシャンダイ地にあるカヤー州、カレン州を南下して、アンダマン海北端部のマルタバン湾へと注ぐ、国際河川である。一部ミャンマーとタイの国境をなす。長さは2 8 1 5トルに及ぶ。流域に山脈や高原が目立つサルウィン川には、急流が多く、 しばしばこの流域は中国のグランドキャニオン、アジアの大地交代などと呼ばれ、川口から1 1 9トルの地点までしか船が入れない。そのため経済的には流域のほとんどの地域で役に立っておらず、ミャンマーの一部地域で木材の搬出に利用されている程度である。その一方、流域には7000種を超える植物と80種の希少種、 および絶滅危惧種の動物と魚が暮らす。ユネスコはサルイン川の流域を世界で最も多様性に富む温帯の生態系かもしれない年、2003年に上流域を世界遺産に登録した。ヌー族は中華人民共和国が公的に認知している56の少数民族の一つで、この民族名はこの川の中国語名である土孔から名付けられた。 サルウィン川はダムが作られていない川としては、東南アジアで最も長い河川である。しかし21世紀初頭において、主にミャンマー領内で、いくつかのダムが提案されており、議論を呼んでいる。2004年2月に、中国の恩下法首相が、雲南省に13のダムを作る、計画の一時停止を命じた。一方でタイとミャンマーの政府はいくつかのダム建設を計画している。 そのうち一つは多くの問題を起こしている三峡ダムより大きいと言われている。2006年4月にタイとミャンマーは60億米ドルを多産付近に建設を計画しているダムに投じるよう協定を結んだ。両国はハッチーにもダムを計画し、2006年5月に実現の可能性を調べるために測量を開始したもののミャンマーが 流域に住むか連続を軍事攻撃したため中止された。ダムの主たる建設者であるタイ発電公社は2007年9月に測量を再開したが武装勢力の攻撃により測量技師が死亡し再延期された。元々の後期では2007年11月着工し2013年観光を目標としていたものの遅れは避けられない状況である。ティエリ・サンジュアン、地図で見る。 中国ハンドブック、原書房、2017年、8ページ。ISBN 978から4から562054220。ありがとうございます。